小バス TV。 台湾のバスは気合を入れて乗ってください。そこそこすごいことすごいです。すげえ、北海道産や。うわ、ダックスや超かわいい、超かわいいダックスや。おー、你好、わはお。ニーハオワホアさんの前におりますが、こちらで有名、こちらで有名なのがこのこれですね。なんでしょう、雨なんですかね。ピーナッツのですね、はい、買いました。ここでしかなかなか手に入らないものということなので、買いました。はい、ニーハオワホアさんです。すごいもんがいっぱい売ってんな。すげえな。なんかすげえな。郵便局。かわいい。え？鎖？何の鎖？ああ、台湾でそうやったっけ？すげえな、あえて切ってくれたらさ、食べれるけど。3本ぐらいだったん。台湾？台湾？台湾。42。谢谢，谢谢，谢谢。ありがとう。ありがとう。なんか優があれすると多いよな。ってことは1個で35元？あ？え？あ、1番2番やん、サイズ。あ、これがちっちゃい1番。それ1番、そうよ。これ1番やな。うん。だろうけどな。
まあ何が流行るか分かりませんね。これで2000円。これで2000円。なんとかこれで400円。うん、ちっちゃいやつで2000円。でかいので2500円。ここで、まあ、漁師バッグやらなんやらっつうのでいっぱい買いました。まあまあですかね。全部で500弱やから2500円分くらい買ってるな。でもそれでもはい、こんな感じでございます。それすそれは匂いせえな。うん、そうやな。はい、ここが石鹸屋さんでございまして、石鹸を、2つばかし買わせていただきまして、さあ 使い心地はどうでしょうか。お茶、ああいっぱいあるよ。こんにちは。いっぱいあるよ。ウーロン茶だけでもこんなある。すごいな。どんなお茶がお好みですかって言われる。あ、鉄火のある。鉄火のある。鉄火の。うん。わ、鉄火のもいろいろや。すごい。こっちはなんかちょっと一杯飲むぐらいのお茶。そうですね。鉄管の。私何色なの？これ鉄管。鉄管。私も強い。もういろいろあるよね。こっちはかっこいい。あ、すごいね。すごい。ああ。この番号なんですか？これ600g とになる。ああ。なるほど。じゃああっちが安くなる。これ台湾。無料で。ああ、なるほどね。ここから台湾。台湾です。あっちゅうの茶、あ、中央茶、あ、東町の茶、東町の茶、あれも台湾、これ台湾ですよ。あっちは紅茶、紅茶はどうよ。なんかすごいよ。あー、いい香り。あー、いい。うん、すごい。100とか200でも買える。一番最初は150。あ、なるほどなるほど。じゃあこれ150の、さっきのあれ150、3つぐらい。紅茶、ジャスミン茶でも美味しい。じゃあ紅茶、ジャスミン茶。俺ジャスミン茶はいまいちダメなんだ。これジャスミン、紅茶、紅茶、紅茶いいかもね。ああ、すごいね。ジャスミン茶、ジャスミン茶。ああ、すげえ。今日 600g で1600元とか決まってます。
いろんなお茶を買って帰ります。鉄管と、包丁うどん茶と、それからジャスミンティーと紅茶を買いました。チャックとかがありますね。これのサイズ、チーズ？これ。あ、これ。はい。うん、いいが。